るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。どうもです。はい、オッケー。ということで皆さん、今日もアコギ弾いてますか？前回の動画、スラム奏法の超導入動画ということでですね、お送りさせていただきましたけれども、今日はそんなスラム奏法をいかに既存曲に当て込んでいくか、やっていきたいと思いまーす。ということでですね、今、みんなが弾き語りで歌いたい、ゆうじさんのドライフラワー。この曲はですね、ちょっとみんなと差をつけつつ、かっこよく弾き語りできるか、ゆっくり、ちょっとずつ、説明していこうと思います。ドライフラワー、あの曲はですね、1番に関しては、そもそもドラムが入ってないので、アコギでポロポロアルペジオ弾きながら歌うだけで成立するんですけれども、1番から2番へ行く間奏、ブリッジの部分ですね、あそこからドラムが入ってきます。なので、まずは2番の A メロに行くタイミング、あそこのブリッジ部分に、いかにスラム奏法を当て込んでいくか、やっていきたいと。思います。というわけで行きましょう。レディゴー。はい。ではですね、まず、どういう風にやっていくかっていう前に一つ、前回の動画で、まだレクチャーできていないものをですね、先にちょっとやっていこうと思うんですけれども、前回はまあその超導入ということで、基本的なストロークをやりました。これですね。まずはバスドラムとストローク。で、ストローク。で、スネア。ミュートですね。で、引き上げてストローク。これですね。この基本パターンの場合、スネアを打った時に弦をミュートしてしまうので、弦が鳴らなくなってしまうんですよね。いい時もあるんですけど、弦を鳴らしたまま、スネアも鳴らしたいっていう時、バスドラとストロークの時と同じ原理で、バスドラはこうなんですけど、今度は親指でですね、このサウンドホールのちょっとネック寄りの部分を一緒に叩くと、これならバスドラよりも高い音、スネアっぽい感じの音で、かつ弦も鳴らせると。その場合、さっきまではダウンダウンミュートアップダウンダウンミュートアップやったのが、もうダウンアップダウンアップで、っていう感じになりますね。これはちょっとできるようになっといて損はないので、最初ね、やっぱりここよりも親指の方が絶対的に弱いので、叩いてたらすげえ痛いと思うんですけど、それはもうちょっと慣れてください。チョン君もですね、もう親指はこんな見えるかな、箱ができております。こんななるまでね、叩けとはよう言いませんけれども、できるようになったらとても便利なので覚えておいてください。これだったらね、ずっとアップダウンアップダウンなんで、めちゃくちゃ速い曲でもいけるようになるんで、これだとどうしてもね、これが限界になってくるけど、ね、早くできるようになるので、これもできるようになっていて、まあ損はないかなと思います。じゃあまあこれを一つレクチャーしたところで、ドライフラワー行こうと思います。それではですね、一度サクッと1番の終わりぐらいからやってみましょう。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。多分君じゃなくてよかったみたいな
感じになります。でちょっとゆっくり説明していこうかなと思うんですけれども、ブリッジ A のブレイクのところにドラムのフィルだけ入るんですね。トタントンタントトンみたいな、それをボディアタックだけでやるんですけども、この最後の D をですねしっかり左手でミュートしてあげて、これ D 押さえたままドタントンタントンしちゃうとちょっとなっちゃうんでね、しっかりミュートして、さっきやってた親指でやるとちょっとあれなので、これはここをこのスネアにしましょう。弦が鳴ってない時はこっちの方が金属音も入るのでよりスネアっぽくなるので、俺はこっちをよく使います。こういうダウンだけになる時は。で次に、ブリッジに入っていくんですけれども、コード進行が C、G、D、sus4、Em7th、これを2回ですね。リズムとしてはドンツンタンツンドントトンタンツンドッツタッツドットドタッツドッツタッツドットドタッツドットツタンですね。完コピする必要はないとは思うんですけども、まあより近い方がねやってても楽しいと思うんで、右で忙しいかもしれないんですけどやっていきましょう。ドタンツンタントトン、感じになります。ちょっといきなりねむずいわお前ってなるかもしれないですけど、でもみんなやっぱドライフラワーかっこよく歌いたいやん。最初本当にゆっくりでいいんで、ちょっとずつできるようになっていくと思います。一個一個いきましょうか。バスドラが忙しいよってなると思うんです。こういうなんかそのダブルが入ってる曲ってドドって入ってるなんて、慣れたら多分入れれるんですけど、でも結構俺もライブとかやとそのダブル抜くこと多くて、ただそのダブル抜くんですけど、ちゃんとドドって鳴ってる風に聞こえるストロークをすれば結構問題なかったりします。この曲やったらダブルの頭を抜いたり、曲によってはダブルのお尻を抜いたりすることもあるんですけど、この曲は頭抜いた方が聞こえやすいですかね。ゆっくりやるとね、ちょっとね、ごまかし効かないですけど、原曲のテンポでやったりすると、頭一発抜いてもストロークが入ってるんで、ちゃんと。この Em7th に行くときとか、シンコペーション、まあ、拍半拍食ってるんで、余計、こういう風にしても、ちょっとダブルっぽく聞こえるかな。まあ、なんかさ、好みとかもあると思いますし、入れれるよーって人は全然入れてもいいし、内方が弾きやすいよーって方は抜いてもいいし、まあ、そこはね、楽しくやるのが一番いいかなと思います。ということで、本日は、まず、ドライフラワーのブリッジ部分にスラム奏法を導入してみた、でした。ゆっくりゆっくり。次は、2番。最終的には、フルコーラスでやれるように、ちょこちょことスラム奏法導入講座動画出していこうと思いますので、皆さん、またぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、チョモララテでした。